リバプールに所属するオランダ代表ディフェンダー、ビル・ヒル・ファンダイクが今年のバロンドールについて言及しています。ファンダイクは2018-19 シーズン、リバプールの14年ぶりのチャンピオンズリーグ制覇に大きく貢献。オランダ代表としても UEFA ネーションズリーグ準優勝に貢献していました。2019年のバロンドール候補者リスト30名にも入っているファンダイクですが、イギリス、デイリーミラーによると、リバプールのマッチデイプログラムで見解を明かしました。ファンダイクは、僕がバロンドールを獲得できるかって、その答えは12月2日に出るよ。バロンドールを受賞するのは特別なこと。それから何が起こるか見る必要がある、と語っています。なお、ファンダイクが受賞することになれば、2006年のファビオ・カンナバーロ氏以来、13年ぶりにディフェンダーが受賞することになります。